なんか久しぶりにアクアパークに来たらすごい混んでるんですけど、大丈夫なんでしょうか。ちょっとブツブツ言いながら動画を撮れる気がしません。困りましたね。すごいな。入ります。運転を進んでいって、手袋してからお魚捕まえる、釣り上げた後に地面に置いて、運転をして、入り口は花火と花見のカサゴですね。あの九州にいる山の神とは違う仲間ですね。あのハゼがいる。何あるの？岩にくっついてるの。あれ、今日は一人ですね、このハゼは。砂食いハゼは今日は一人です。もう一匹はどこ行ったんでしょう。ちょっと昔、前よりも大きくなってますね、体も。あれ、ペアの片割れはいなくなったんでしょうか。フグはつまらないのでスキップしますよ。すごい人だな。フグはスキップして、これは梅色の仲間ですかね。なんか夢梅色、あ、はい、梅色の中にあのハゼがいます。あれ、どうしたんでしょうか、あのハゼは。あれ、離婚したのかね、君は。なんか離婚したんでしょうか。ちょっと気のせいか元気がないような気がします。引き離されたのか、人間によって引き離されたのか、離婚したのか、どうしたのでしょう。ちょっと元気がないです。全く元気がないです。カップルか。こちらにはクダゴンベとクダゴンベとチェッカーバードパーチレッドです。あれ、この口が長い方がクダゴンベかな。これがクダゴンベですかね。四角い模様です。面白いな、四角い模様。こっちが、あれ、どっちが、こっちは、あ、面白い。こんなところで四角い模様に会えると。あれ、上、こっちがゴンベだよな。こっちがゴンベだと思いますけど、そうするとこっちがチェッカーボードパーチレッドでしょうか。こっちが多分、こっちがゴンベだと思います。ちょっと説明が不親切で、あ、マツカサウゴですね。マツカサウゴは発光器官を持っているので光るので、よく真っ暗なところで展示している水族館がありますけど、ここは発光には興味はないようです。マツカサウオです。マツカサウオでございます。これは何、あれか、これですね。サイケデリックフィッシュ。サイケデリックフィッシュはなんかネズッポの仲間ですかね。ネズッポの仲間ではない。あ、ネズッポの仲間と書いてありますね。ネズッポの仲間です。ああ、そう、あ、そういえばニシキテグリの仲間ですかね。これはニシキテグリに近い仲間だと思います。こっちにいます。
さかなクンがいますね、ここに。さかなクンいただきました。種類は何ていう種類か、ハコフグの種ですけど、種類は何ていう種類でしょう。スカス混んでるな。あ、本当だ、キラキラになってる。あ、まさかのハコフグです。なんとかハコフグじゃなくて、ただのハコフグなんだ。なんちゃらハコフグなのかと思って言ったら、ただのハコフグのようです。まあ今日はいろいろと四角形だのなんだの模様が面白い魚を、今展示してるみたいですね。面白いですね、今回の展示は。模様竹ウツボ、竹のように細く長い体を持つ。模様竹ウツボに模様がないという、ちょっと矛盾してますね。え、こんな矛盾した名前があっていいのでしょうか。大人になると模様が出てくるのかな。これは桜鯛かなんかの仲間ですかね。桜鯛です。じゃあ桜鯛は春の頃にも展示がありましたね、桜の季節に。あ、これは縦縞巾着鯛でしょうか。あ、違う、あれ。あ、縦縞巾着鯛ですね。渦巻きと書いてある。あの近藤先生が、あのなんだっけ、チューリングパターン の, あの照明で使った魚のやつですね。ちょっと今説明文に近づけないので後から説明しますけど、まあ、チューリングパターンなんでございます。魚を見ましょう。あの縞模様がですね、体の大きさとともに、変化していくんですね、だんだんと。それがコンピューターシミュレーションと非常によく合致しているということで、近藤茂先生がそれを示しました。ネイチャーに論文を出しました。素晴らしいですね。なんだっけな、京都大学にいた時にいろんな熱帯魚屋さんとかを回ったそうなんですけど、島が成長する魚はいないかと言ったら、どの熱帯魚屋さんに行ってもそんなものはないと言われたらしいんですけど、あの一軒の熱帯魚屋さんでそういうのおばちゃんがいますよと言ってこれを教えてくれたそうです。あ、ちゃんと書いてありますね。成長の過程で模様が少し変化します。ちょっとチューリング、アランチューリングの名前を入れてほしいところでございます。こっちにハゼもいます。いや、今回の展示はいいな、なかなか。あ、さざ波やっこかなんかですかね、これは。あ、違う、縦縞巾着鯛だ。これがさっきのやつ、大人、ちょっと大きくなったやつですね。はい、あの成長すると波パターンが変わってきます。この縞模様なんですけど、この縞模様も体が大きくなると本数が増えていくんですよね。これ横向きなさいよ、横。なかなか横を向いてくれない。この体が大きくなるについてですね、今その尻尾のところ、あ、何箇所かこう線が枝分かれしているところがあるんですけど、あ、今よく映ったかな。
それが増えるんですよ、本数がね。シマウマなんかはその子供の時から大人の時までもう模様が固定されてて全然増えないんですけど、これは模様が生きてるんですね。そういうものです。あ、終わってしまいました、残念。次の展示になりますけど、次の展示になりますけど、なんだろう、いるよ。オレンジ糖度フィッシュは前見たな。いるじゃん。オレンジ色のガマガエルでございますね。あ、パロットファイヤー。ちょっと全部は取れないのでスキップしますよ。あ、工房かな、これは金頭か、ちょっと名前を見ましょう。方々ですね。方々にいるので方々と呼ばれます。なんで親父ギャグを言ってる場合ではないんですが、歩いてくれませんね。ライフでよく売れ残って半額になってる魚です。うわ、なんだこれ、初めて見た。これは初めて見ましたね。カワハギの仲間ですね。え、これは初めて見ました。ヒゲハギとハナツノハギ、ライノセラスとプリックリーなんで、プリックリーの方はこっちですかね。こっちだと思います。でライノセラスが向こうかな。なんでライノなんでしょうか、意味が分かんないです。ちょっと名前の意味は分かんないんですけど、面白い。初めて見ました。まあ、カワハギの仲間、トリガーフィッシュと英語で言いますけど、角みたいなのがあるんですよね、背中に。これですね、この角ですね。この角ですね。これが拳銃の、引き金みたいなので、トリガーフィッシュと言うんですけど。あ、ダルマガレーだそうです。なんだあの、なんだあれ、え、何あんなになってる、トゲダルマガレー。あれ、こっちはトゲないの。あ、映ってなかった。え、なんであっちだけトゲがあるんでしょう。え、こっちは立ってない。こっちはトゲを立ててないんですかね。何なんだ、なんでこっちだけあれなんだ。面白い。ダルマガレー分かるか。これ初めて見ましたね。2匹いる。なんかヒラメみたいな、カレーみたいな。トゲダルマガレーだって。あ、ここにもいますね。ダルマみたいなカレーの3匹。ここに向いてるけど、カレーな。ピントが合わない。他にはいないかな。3匹ですかね。彼って右向いてんだよ。これは何でしょう。これは、あ、カエルアンコですね、はい、カエルアンコはどこにいるのかな。これは何これ。あ、海天狗がいる。海天狗がいますね。海天狗、餌が何だか分かんないで死んじゃうんです。これが天狗か。こんな感じ、はい、昔静岡にいた時に海天狗見に行ったら、もう飼育員さんに死んでしまいましたって言われて、見れなかった。海天狗がいます。うわ、ピントが合わない。
初めて見た。ちゃんと餌食べてるでしょうか、この水族館では大丈夫でしょうか。確か淡島マリンパークでですね、テレビで海天狗がいますっていうので、わざわざ行ったらもう死んじゃったんですよ。あ、こっちが海岸。はい、海天狗です。こっち違うの。ちょっと海天狗もうちょっとこっちに来てほしいですね。